皆さんは絵文字を見ただけで映画のタイトルを当てることができますか？では、いきますよ。これは簡単ですよね。答えはスパイダーマンです。ベストキッドです。ちなみに現代はザ・カラテキッドって言うんです。上手に気をつけて。あ、テーマソングが聞こえてきましたよ。誰に連絡する？ゴーストバスターズでしょう。みんなも大好きなジュラシックパークです。これはハリーポッターです。オズの魔法使いです。もちろんマイティーソー。当たり、ボスベイビーです。どんなものでも作れるシザーハンズ。これはタイタニックだってわかりますよね。大人気のメンインブラック。傑作のチャーリーとチョコレート工場。夢のチョコレート工場でも正解にしておきましょう。ミュータント・タートルズです。フォレスト・ガンプ、一期一会だってわかりましたか？これはマーリー、世界一おバカな犬が教えてくれたこと。はい、モンスターズインクです。メリダと恐ろしの森は最高ですよね。E.T. の一番有名なシーンだってわかりましたか？モアナと伝説の海も傑作ですよね。プラダを着た悪魔です。皆さんはジョーカーを見ましたか？はい、羊たちの沈黙です。これはマダガスカルですよね。リメンバーミーの現代は
ココって言うんです。レミーの美味しいレストランです。料理は誰でも覚えられますよね。だんだん難しくなってきました。これはメリーポピンズです。一緒にタコをあげませんか？答えはそのままマネーボール。ファンタスティックビーストと魔法使いの旅だってわかりましたか？はい、バックトゥーザフューチャーです。トワイライトだってわかりますよね。ミリオンダラーベイビーです。これはそのまま猿の惑星。ホームアローンの絵文字です。はい、これはファインディングニモ。これはビューティフルマインドです。旗を見ればすぐにわかりますよね。はい、パイレーツオブカリビアンです。美味しそうな餃子。答えはカンフーパンダ。君に読む物語の現代はザ・ノートブックって言うんです。シンプルに考えればキングコングだってすぐにわかりますよね。サウンドオブミュージックで正解。答えはナルニア国物語です。ミュージカルを考えればマンマミーヤだってわかりますよね。これはそのままジャングルブック。あ、そうか、トランスフォーマーですね。これはナイトミュージアム。もちろんこれはベンジャミン・バトン、数奇な人生です。ちょっと難しいけど答えはトゥルーマンショーです。はい、シュレックです。これはハンガーゲーム。超大人気のスターウォーズです。レヴェナント、よみがえりし者だってわかりましたか？ちょっとネタバレでしたね。
映画ファンでも難しいかもしれませんが、クワイエットプレイスです。これは大ヒットしたララランド。キューティーブロンドの現代はリーガリーブロンドって言うんです。ちょっと難しいかもしれませんね。答えはナイブズアウト、名探偵と刃の館の秘密です。アイアムレジェンド。あ、ターミナルですね。なるほど、インターステラーですか。この難問を解決したらボーナスポイント獲得ですよ。はい、答えはエターナルサンシャインでした。ファンタスマゴリーは史上初のアニメーション映画と言われています。1908年に作られたこの作品は手書きアニメーションの最も初期の例の一つです。しかし今から約260万年前、古代の人々はアニメで子供たちを楽しませていたことをご存知ですか？新しい研究で絵に動きをつけたのは古代人が最初だったことが明らかになったんです。どうやってですか？石に動物の絵を彫り、それを火の周りに置いたのです。そうすると石に光が当たり、動物たちが揺れ動くというのです。先史時代の彫刻が火の明かりの中で生き生きと動き出し、動物たちがピントを合わせたり外したりして、まるでパーティーの準備をしているようです。先史時代の家族が火を囲んでこのようなアニメーションの彫刻を作るのはどんなに楽しいことだったでしょう。洞窟で発見された古代の壁画や彫刻も炎の光と影の動きからインスピレーションを得たものであることが判明しています。基本的にこれらの古い時代の彫刻は火の光が当たると生命が宿るように作られていて、今回研究者は馬の彫刻の 3D モデルでその効果を動画で見られるようにしました。この研究によると、私たちの脳は光の変化によって動くものを確認するようにできているので、これらの彫刻は私たちの祖先にとって重要なものであったと思われます。古代の人々は岩を掘って光を当ててみよう、そうしたら動いているように見えるはずだからと考え、近年の科学者たちがなんと素晴らしい、映画を作って世界に広めようという具合に展開したのでしょう。アンディ・ニーダムと彼のチームメイトは最新のスキャン技術とバーチャルリアリティ技術を駆使して石灰岩でできたプラケットと呼ばれる平らで彫りの深い50個の岩を調査しました。これらの岩は1800年代に南フランスで発見され、現在はロンドンの博物館に収蔵されています。馬、トナカイ、カモシカなど様々な動物のリアルな彫刻が77個も施されています。どうやら時間に余裕のあるホモサピエンスがなんと12000から16000年前に掘り込んだようです。ニードハム氏は、あるものは白い灰に覆われ、あるものは熱で乾燥したり割れたりしているのに気がつきました。さらに詳しく調べてみると、石に含まれる鉄分が原因でピンク色の帯状に変色しているものも発見されました。さらに興味深いのは、動物の彫刻が互いに重なり合い、時には溶け合い、まるで先史時代の動物のジグソーパズルのように互いにはめ込まれていることです。古代の芸術家たちは古いものを捨てて新しく始めるのではなく、動物の体の一部を使って新しいハイブリッドを作り出したのです。例えばある岩には馬と牛科の野生の牛が描かれていました。この傑作品は馬の腹部と首が牛科の動物の背中と首になり、馬の頭部が牛の耳になっているものもあります。なんとも独創的なリサイクル方法ですね。研究者たちはモンタストルクの先史時代の岩石が私たちの祖先の主要の娯楽として使われていたと考えています。複数の人間が動物を掘り、
異なるレベルの人々が芸術的なスキルを見せ合い、それが共同作業として機能したのです。これらの石が一緒に発見されたという事実も、これがコミュニティ活動であったことを示唆しています。つまり家族みんなでテレビを囲むように石を掘り、お気に入りの動物を掘るのを応援していたようなものなのです。ただテレビを見るより有意義な時間が過ごせそうですよね。岩に刻まれた彫刻や熱にさらされた形跡から動いているように見えるように作られたこの作品たちからは、時々違うポーズの動物が見えるので、ある動物に命が吹き込まれ、また別の動物に命が吹き込まれ、さらに別の動物に命が吹き込まれるというふうに進んでいきます。石器時代のアニメーション映画のように。息を飲むようなフランス南東部にあるショーベ洞窟にある洞窟画も同じような手法で描かれたのかもしれません。その洞窟に描かれた動物の肖像画もまた互いに重なり合い、その下には火で熱せられたようなものもあります。つまり先史時代の祖先は世界で最初のアニメーターだったのかもしれません。さて、古代の若者に人気のアクティビティ話をしたところで、次は世界最古のおもちゃを見つけるタイムトラベルをしましょうか。最も古いおもちゃの一つは、古代メソポタミアの遺跡から発見された粘土で作られたシンプルなボールです。単純なおもちゃに見えますが、私たちの祖先は紀元前3000年も前にこのおもちゃで遊んでいたのです。しかし当時は高級なビデオゲームや精巧なボードゲームもなかったので、ボールは娯楽の頂点だったと言えるでしょう。しかし楽しんでいたのはメソポタミア人たちだけではありません。古代ギリシャでは子供たちは粘土で作った人形で遊んでいました。エジプトでは動物の形をしたおもちゃのほか、粘土やパピルス、象牙などを素材とした人形がありました。しかしこれらの人形で最も印象的だったのは手足が動くことでした。そうです。私たちの古代の祖先は私たちが考えるより前に関節を持つ人形で遊んでいたのです。しかし楽しいことばかりではなく、これらのおもちゃには実用的な目的もあったのです。考古学者によって発見されたおもちゃの多くは子供たちに重要なスキルを教えるために使われていたと考えられています。例えばエジプトの子供たちは医者の形をした人形で遊び、医学や医療について学んでいました。そして忘れてはならないのが、未来の戦士を育成するために使われた玩具の存在です。古代中国では子供たちはおもちゃの馬や戦車で遊び、戦いの生活に備えることができたのです。キャリアをスタートさせるということですね。さらに5000年以上前からある原始的なボードゲームに話を移します。最古のボードゲームはセネトと呼ばれ、古代エジプトの墓から発見されました。チェスとバックギャモンを掛け合わせたようなゲームで、2000年以上にわたって遊ばれていたほど人気があったそうです。これこそ持続力のあるゲームと言えるでしょう。しかし小さな子供たちのためのおもちゃも忘れてはいけません。考古学者が発見した古代のガラガラや笛は赤子や幼児を楽しませるために使われていたのです。また自分の子供のおもちゃのコレクションがすごいと思っていたら、ちょっと待って、古代エジプトの王女が自分の部屋に100個以上の木のおもちゃを持っていたと言ったらどうですか。最もびっくりするおもちゃといえばヨーヨー。そう、ヨーヨーは2000年以上も前から存在していたのです。古代ギリシャで発明され、信じられないかもしれませんが、戦いでよく使われていたのです。しかしやがて人々はヨーヨーで遊んで芸をする方がずっと楽しいことに気づきました。ビー玉は何千年もの間、子供や一部の大人たちを楽しませてきた玩具としても、まずはバン、アントマン&ワスプ、ピムパーティクルズの技術のおかげでヒーローたちは本物のバンをおもちゃのバンと同じサイズまで縮めることができました。ホバーボード、バックトゥザフューチャー。1989年に映画の作成者は、このような交通手段が2015年には実現されることを想定していました。現実は映画と全く似ていませんが、ホバーボードでの飛行の世界記録はありますよ。ジェットパック、グランドセフトオート、サンアンドレアス。ゲーム内のキャラクターはザ・ブラックプロジェクトと呼ばれるジェットパックの開発コストは6000万ドルだと言っています。主人公は厳重に警備された基地から盗み出さなければなりません。ファイアボルトの放棄、ハリーポッターとアズカバンの囚人。
魔法の世界で最も速いこのほうきはたった10秒で時速240キロまで加速します。ほぼブガッティと同じくらいです。魔法の絨毯、千夜一夜物語。最高速度は明らかになっていませんが、ダメージを受けると魔法能力が失われることが分かっています。スタンダードカート、マリオカート。スーパーマリオカートのハンドブックはゲームに勝つためにあるコツを推奨しています。それは対戦相手の画面をよく見るだそうですよ。ライトサイクル、トロンレガシー。このバイクは本当に存在していて、米国公道合法仕様です。$55,000で購入できます。スピーダーバイク、スターウォーズ。飛ばした矢より速い時速500キロまで加速します。ですが現実の世界、つまり撮影時には時速8キロしか出ていなかったそうです。編集の力ってすごいですよね。ライトニングマックイーン、カーズ。彼はフォード GT とコルベットの間の車です。ちなみにナンバー95はトイストーリーのオマージュ。ピクサーの最初の映画トイストーリーが1995年に公開されました。ギガホース、マッドマックス怒りのデスロード。マッドマックスシリーズに出てくる非実用的な高燃費車は1200馬力を持っています。これはランボルギーニウラカン2個と同じくらいです。デロリアン、バックトゥザフューチャー。タイムトラベルが注目されたこの作品、登場した車も人気が出たため、メーカーは30年後に生産を再開しました。ミステリーマシーン。このバンが6万ドルで売れるとスクービードゥが知ったら間違いなく驚くでしょう。ピンク色のセダン、ザ・シンプソンズ。シリーズの作成者は28年間この家族の自家用車を隠してきました。しかしあるエピソードでやっとわかったんです。それは1986年のプリマスジャンカーローラー。タンブラー、ダークナイト。ゴツゴツしていますがこの車はとても速いです。ゼロから時速96キロまで 5.6 秒で達することができます。ちなみに米国公道合法仕様のバットモービルもあり、100万ドルで購入できます。パーシュートスペシャル、マッドマックス怒りのデスロード。最後の V8 インターセプターはガソリンを大量に消費する V8 エンジンが搭載されています。架空な暗黒の世界ではとても贅沢なことです。シボレーカマロ、トランスフォーマー。バンブルビーに変わるとき、このシボレーは5メートルも高くなります。バンブルビーの性格はバックトゥーザフューチャーのマーティー・マクフライに基づいているそうです。キット、ナイトライダー。この車はポンティアック・ファイヤーバードを大幅に変えたものです。キットの主な特徴は人工知能で、ナイト・インダストリー2000との頭文字を合わせてキットという名前になりました。ブラックビューティー、グリーンホーネット。1965年のインペリアル・クライスラー・クラウンを大きく変えたこの車は、美しいと同時にとても危険。スーパーヒーローたちが戦うためのガジェットがたくさん積まれています。ブルース・リーと加藤が運転していました。エクトモバイル、ゴーストバスターズ。これは古い1959年のキャデラック・ミラー・ミーティアの救急車でした。ちなみに自動車のエンジン故障のシーンは本当に起きていたもので、ブルックリン橋で撮影している時に完全に壊れてしまいました。ナイトバス、ハリーポッターとアズカバンの囚人。キリンと同じくらい高いこのバスは撮影中に多くの不便をもたらしました。3階建てのため橋の下が通れなかったんです。そこで3階を取り外し可能にしました。ネコバス、隣のトトロ。この珍しいバスは12本の足で動きます。中はとても柔らかく毛で覆われていて、猫の目がヘッドライト代わりなんです。ザ・テラー、ジュール・ベルヌ、世界の支配者。この水陸両用機は陸上、空中、水上、水中を移動できます。陸では時速240キロ、空では時速320キロに達することができます。1904年に書かれた物語としては悪くないですよね。T70X-Wing、スターファイヤー、スターウォーズ。時速1050キロまで加速することができ、1時間で100メガ光年も移動できます。しかし設計はあまり効率的ではありません。現実ではおそらく飛べないでしょう。
レックス、メタルギアソリッド。外観が T レックスに似ているためレックスと名付けられました。金属製の恐竜の顎の中にコックピットがあります。ムマキル、西方語ではオリファントと言います。象のようなこの生き物は分厚い皮膚を持っているので自然の戦車と同じです。やや槍が刺さりません。アッパ、アバター、伝説の少年アン。空飛ぶバイソンのような生き物でアンと一緒に冒険します。アッパはとても可愛いですが、スクールバスと同じくらい大きいです。 AT ウォーカー、スターウォーズシリーズの中で最も有名な歩行機械です。このデザインはパラケラテリウムからインスピレーションを受けています。パラケラテリウムとは3000万年前に存在していた戦士時代の角がないサイのことです。ドレッドノート、これはテニスコートと同じくらいの長さを持つ巨大なタンカー。デスレースのシリーズの中で最もパワフルな車です。ブラックバード、 X メン。突然変異したスーパーヒーローたちはロッキード SR-71 からインスピレーションを受けたジェット機に乗り移動します。ただしブラックバードは離陸も着陸も垂直です。そして時速3500キロまで加速できます。ミレニアムファルコン、スターウォーズ。銀河系最速のガラクタでもあるミレニアムファルコンは実在します。撮影時に使うために全く同じレプリカが作られました。サンドクローラー、スターウォーズ。ジャワの巨大な移動シェルターは掃除機のように金属やドロイドを飲み込むことができる磁場が装備されています。トライポッド、宇宙戦争。この恐ろしい機械には有毒な黒い雲を放出する熱線とチューブがありました。宇宙人に惑星を乗っ取られると思いきや、地球に存在するバクテリアに対する耐性がありませんでした。ブラックパール号、パイレーツオブカリビアン。これはパイレーツのシリーズでも最も速い船です。実際に撮影時に使用された船はザ・サンセットと呼ばれています。フライングダッチマン、パイレーツオブカリビアン。伝説によると船長はクルー全員に呪いをかけ上陸できなくなりました。呪いはまだ解けていないのでこの船はまだ海を漂っています。エンデュランス号、インターステラー。この映画は細かいところまで正確に作られ、ボーイング747の翼幅とほぼ同じ幅のリング状のステーションは現実でも機能する可能性があります。ハウルの動く城、大きくて少し威圧的ですよね。しかし正面にある巨大な大砲は機能しません。また20階建てのお城ですが、ほぼ音を出さずに動きます。ノーチラス号、海底2万里。この架空の潜水艦はシロナガスクジラ3頭と同じくらい長く、高速の速度まで達します。地球上で最も孤立した場所、南太平洋のポイントネモは船長にちなんで名付けられました。そういえばディズニー映画に登場する小さな魚も似たような名前でしたよね。ジプシーデンジャー、パシフィックリム。この巨大なロボットはゴジラのような怪獣と戦うために作られました。重さはエアバス A330 の10倍あります。メガゾード、米国版パワーレンジャー。パワーレンジャーは自分のゾードロボットを呼び出すことができます。しかし敵が大きくなると一つになり、自由の女神より大きいメガゾードで戦います。ノルマンディ、マスエフェクト。これはシェパード司令官が銀河を3度救うために使用したフリゲート艦です。他の船から見えなくする素晴らしいステルス技術を持っています。シールドのヘリキャリア、マーベルユニバース。この巨大な航空機は間違いなく実在できません。現実よりも進化した技術を持つ架空の世界だからこそ、これほど大きなマシンにエネルギーを供給することができました。 USS エンタープライズ、スタートレック。現在9つのエンタープライズ宇宙船があります。これにはワープのドライブが搭載されているので、光よりもはるかに速く移動することが可能です。スノーピアサー、汽車にしては巨大です。世界が新しい氷河期で凍ってしまった時、この汽車は地球上のリングを止まることなく回りました。インペリアル級スターデストロイヤー、スターウォーズ。次のご紹介したいのがこちら。この巨大な船のコストはおよそ40億インペリアルクレジット。
ちなみにスターウォーズのシリーズの中では小さな宇宙船が1万クレジットで購入できます。ロンドン、移動都市、モータルエンジン、なんと動く街です。ブルジュハリファより3倍高い大都市は7つの巨大な車輪で動きます。途中で小さな都市を吸収するんです。スタンダード島、動く人工島、この楕円型の浮島は長さ6キロ、幅5キロあります。太平洋の海を旅するために作られました。そして億万長者しか住んでいません。ビジャー、スタートレック、宇宙船のような見た目をした生き物です。スタートレックのシリーズの中では USS エンタープライズのみこのモンスターの中で自由に飛び回れます。デススター、スターウォーズ、この巨大な球形の宇宙ステーションは560個のデッキがあり、240万人の乗客とクルーが収容できます。ターディス、ドクターフー、外から見るとイギリスにある普通の交番に見えますが、ドクターフーのタイムマシンの中は無限大です。ん？この音は？しばらく寝ていたようです。首を動かそうとすると少しこわばっています。お昼寝中に少し不自然なポジションで寝てしまったようです。映画館の中で、あ、思い出しました。映画がかなり退屈で、仕事での長い一日の後で疲労していたことも重なって我慢できなかったんです。周りを見渡すと誰もいません。完全ぼっち。館内は綺麗で、ポップコーンや炭酸の缶すら落ちていません。おかしいな。クレジットがスクリーンに表示されているため、もう帰る時間です。時間的にはかなり遅いはずですし、バスを逃したくはありません。立ち上がってストレッチをしてからゆっくりとドアへ向かいました。外には誰もいません。混乱します。普段であれば映画館に遅くまでいるとスタッフの人から閉館を告げられて帰宅を促されます。さらに歩き回りながらおやつを食べたり、ポップコーンを落としたりした観客たちのゴミが散乱していることがほとんど。しかし今は全てが清潔で平和です。そもそも映画館が閉まっているかのような雰囲気。お手洗いに行ってみます。誰もいません。明かりは暗めですが、行き先が見えるほど照らされています。しかしごくり、誰もいないと全てが不気味です。すみません、数回叫んでみます。答えは返ってきません。出口のサインに従うと閉ざされたドアの前にたどり着きました。改築工事のため一時閉鎖中。ん？一時ってどれくらい？パニックを起こし始めて、突然怒りがこみ上げてきました。どうしてスタッフは起こしてくれなかったんだろう。叫びながらドアを開けようとしますが、何も起こりません。携帯を確認しようとすると、もちろん電池切れ。充電し忘れていました。すると突然シアターから音が聞こえてきます。震えがしてきました。誰か別の人が同じようにここに閉じ込められていることはあるだろうか。ゆっくりシアターに向かって移動して、慎重にドアを開けます。別の映画の上映が始まっただけのようです。このシアターも観客なし。自分の意識をそらそうと、ポップコーン、お菓子、ソーダ、氷を用意しました。ついに初めて一番いい席を確保できたようです。あー最高。椅子に腰掛けたまま映画の中のジョークに笑っていると、また新しい映画が始まりました。やった、これも見ていこうかな。スタッフの人は朝になれば戻ってくるはずです。無料で一晩映画館で過ごしたとなれば、友達からは羨ましがられること間違いなし。さらに2作を見てから、もはや時間の感覚がなくなっていることに気づきました。疲れが押し寄せてきます。明日になればどうにかなる。まだ状況は変わっていません。お腹の音が大きくなってきたため、新しいおやつを手に入れることにします。もっと映画でも見るか。いつかは挑戦してみたかった映画マラソン。一つ目のシアターへ入ると、コメディーが上映しています。各シアターにはそれぞれジャンルがあるようです。映画が一作終わると、次の作品がすぐに開始します。ある時点で画面が真っ白になりました。睡眠時間の合図です。毎朝スタッフが戻ってくることを待ちつつ、映画を見て日々を過ごします。古い映画、外国語の外国映画も上映されています。毎日のルーティーンは同じです。朝起きて朝食を食べます。
冷蔵庫にはたくさんのサンドイッチが保管されていることが分かりました。数作の映画を見てから歩き回って館内を探索します。それから昼食を食べて、映画を見て夕食を済ませたら就寝時間。視聴した映画のおかげで完全に催眠術にかかったような気分です。腹を抱えて笑うほど満喫して、プロットのことを考えていて眠れなくなる時があります。泣かせてくる映画、考えさせられる映画、映画がかなり恐ろしくて眠りにつけずに5分ごとに疑わしい音の正体を確かめるために起き上がることもあります。生活に大きな変化はありません。誰も来ないという状況はいつも同じです。はじめは映画館に閉じ込められた日数を数えていました。しかし、しばらく経つと時間の感覚がなくなってきます。何時間も連続で画面を見ているため目が充血してきました。お手洗いの鏡に映る自分の姿を見て恐怖を抱くことすらあります。皮膚の色が真っ青なんです。さらに体重が増加しました。快適とは言えないポジションで座ったり寝たりしているため肩は丸まってきています。たまには運動をして健康的な習慣を取り入れてみようと試みます。しかし、ほとんどの場合は自分が変な映画の主人公のように感じるだけ。何が現実で何が現実でないのかわからないような映画です。目の端に何かが見えることがありますが、振り返るとそこには何もありません。もうホラー映画は見ないことにしました。しかし、気づくと座席について次の映画を待っている自分がいます。すぐに映画に釘付けになり、今晩は眠れなくなると分かっていてもやめることができなくなります。異常な孤独を感じるようになってきました。友達は映画のキャラクターのみ。頭の中でキャラクターに話しかけます。実際に口に出すことまであります。話し終えた後の沈黙が耐えられません。こういう時は映画館の暗い角がさらに恐ろしく感じます。胃が痛くなってきました。スナック、甘いもの、サンドイッチ、ポップコーンにはもう飽き飽きです。信じられないことに、今食べたいものといえばボール一杯のスープ。もう映画は楽しくありません。どれも面白くも悲しくも怖くも感じられないのです。もはや内容もわからずに映画を見ています。無人島に取り残された感覚です。むしろそれより悪いかもしれません。無人島ならビーチ、日没、ヤシの木、逃げられるチャンスがあります。新鮮な空気、太陽光、皮膚に当たる雨の感覚が懐かしい。シアターのドアを閉めてチケットカウンターまで行きます。オープニング、映画の音楽、お気に入りの俳優ももうたくさん。映画なんてもう真っ平だ。映画館を探索して、以前にも増して細部にまで注意を払うよう心がけます。一つ一つのシアターに入って新しい出口を探しました。希望を失いかけていたその時、数日前に見た映画を思い出してお手洗いへ駆け込みます。通気口です。チャンスは今しかない。高さがかなりありますが、ゴミ箱2つを重ねれば届くかもしれません。ゴミ箱がガタガタしていますが、ゴミ箱タワーが倒れる前になんとか穴に入り込むことができました。どうにかしてこの迷路から抜け出さなくてはなりません。ついに脱出しました。ああ、暖かい夜。1年間で初めて深呼吸できたような感覚です。映画館は街の中心にあるわけではないため、家に向かって徒歩で帰ります。家まで着くと同居人は自分の目を信じられないようです。アルバから帰ってきたのか。驚いた様子の同居人。あなたは言っている意味が理解できません。同居人が言いました。お前は仕事に落胆して何をしたらいいかわからなかったんだ。だからみんなに何か新しいものが必要だ。アルバで数ヶ月過ごすとかって言って、だから俺たちはみんなお前がしばらく消えたくて準備ができたらまた連絡してくると思い込んでたんだよ。1年間も携帯は繋がらないし、 SNS でも連絡なかったからさ。違う、アルバなんかじゃない。映画館、世界中のいろんな映画、大量のポップコーン、海藻、現れないスタッフ。同居人に全てを説明しようと試みます。慌てていたため言葉足らずで話の一部を飛ばしてしまいました。同居人は混乱したようにじっとこちらを見つめています。例の映画館を同居人に見せることにしました。しかし到着すると、同居人はそばに近寄ることを拒否します。ここはもう何年も閉まってるんだ。開いてた時なんか思い出せないよ。ここを所有してた人の話なら知ってる。かなりの映画ファンで、
世界中からの映画を集めてたらしい。ある時映画館の改装工事を計画してたんだけど失踪したんだ。何が起こったか誰も知らない。映画館は閉鎖されて、それ以来ずっと改装になっているよ。音が聞こえてくるって話があるけど、誰も仲間では入ろうとしないんだ。ごくり。じゃあどうしてこんな場所に行き着いたのでしょうか。急に映画館のそばの人影に気づきます。こちらに向かって歩いてきました。走り去ろうとしますが動けません。どういうこと？座席の上でびくりと起き上がりました。全部夢だったのか？見ていた映画のクレジットが終わったようです。シアターは空っぽ。慌てて外に出ます。誰もいません。まさか、また？すみません。パニックで叫びます。沈黙が広がり。はい？研究が始まった当初、メガロドンはホホジロザメより少し大きく、少し危険であったと復元されていました。映画業界はその事実に細かいことをいくつか付け加えたのです。そして体長27メートルもある海の巨大生物が登場。いやいやいや、ちょっと待った。メガロドンは通常15メートルから 16.5 メートル、そして時に18メートル程度まで育つこともあります。比較としてボーリングのレーンは18メートルで、スクールバスは 13.5 メートルほど。人間の平均身長は178センチぐらいですので、メガロドンはすごく大きかったと言っても過言ではないのですが、それでも27メートルには達しません。体重は50トンから60トンで、大人の象10頭分ぐらい、またはボーイング737と同じぐらいの大きさのものもいました。でもこれはメスの体重、メスはオスの2倍も大きかったのですから。映画と現実の違いがもう一つあります。メガロドンとホホジロザメは近い関係にはなかったのです。最も近くてもいとこといったところでしょう。なぜならメガロドンは全く違うサメの種族の最後の子孫だからです。そして平均的なホホシロザメの3倍もの大きさがあります。鼻は短く、顎は潰されたみたいに平らなのです。またメガロドンの胸びれはホホシロザメのものより長いんですよ。古代の捕食動物はたくさん食べ、体の大きさを保ったのです。ですがどちらも嗅覚はとても優れていたんです。なのできっと戦士時代に生肉をたくさん持って海水浴に行くのは危険だったに違いありませんね。まあもちろん現在もですけど。メガロドンがどこかに隠れているという説もあれば、永遠に消えてしまったという説もあります。ですがメガロドンの若いいとこはまだいるんですよ。またどちらも大きな海洋哺乳類を好みました。このような類似点があったということは、共に行動していた可能性もありますね。でもそれもメガロドンが不機嫌になり、うっかり自分の仲間を食べてしまうまでのことですけど、まあ事実はわかりませんけどね。しかし彼らの狩りの方法は異なっていたようです。ホホジロザメは獲物の方にまっすぐ突進し、露出した足や下腹など弱点を見つけて攻撃するスタイル。一方メガロドンはヒレや尻尾を狙いました。顎が3メートルもあり、攻撃力は地球で最強であったと考えられているので、ほとんどどんなものにでも歯を貫通することができたのです。クジラのような大型の生物の骨に歯の全体が埋め込まれた状態で発見されることもあります。泳ぐのに必要な体の部分が機能しないと、哀れな獲物は逃げることができなくなったのです。ですがクジラはメガロドンの食生活の中心ではありませんでした。アシカ、ウミウシ、イカ、イルカ、他のサメ、その他にも口の中へ泳いでくる小さな魚の群れだって喜んで食べていたんです。美味しいディナーをたっぷり食べた後、デザートがあったらもっと最高ですよね。厚い甲羅のある巨大なカメも例外ではありませんでした。きっとメガロドンはそれを日常生活で挑まれる挑戦のように受け取っていたのでしょう。彼らの食事はバラエティに富んで量も多かったようです。メガロドンは毎日1130キロも食べました。そう聞くと海の支配者でもあったと言われるのも不思議ではありませんね。5列に並んだ300もの歯は尖っていて、18センチにも及びました。名前の由来は巨大な歯なんですよ。もしかしたらオーソドンティアなんていういとこがいたかもしれませんね。あ、これ歯並びが悪いとか深いポケットとかいう意味です。ですがメガロドンの歯は一生のうちに何千本も生え変わります。歯はそれほど強くなかったので抜けることがよくあったようです。ですが1日から2日で新しい歯に生え変わったので、狩りをするのに支障はなかったようです。現代のサメも同じなんです。歯が損傷を受けたりすり減ったりすると新しく生え変わります。メガロドンの研究の助けとなったのは抜けた歯だけでした。それらが世界中で見つかったのです。メガロドンは長距離を移動したんですよ。世界の全ての海に住んでいて、化石は南極大陸以外の全ての大陸で発見されました。だって南極は寒すぎますからね。骨格は骨でなく軟骨でできていたので、メガロドンの存在を証明できるのは歯だけなのです。
例えば体の大きさなど科学者の洞察を大いに助けました。現在のサメも研究者は体の大きさをたった一本の歯の大きさで特定します。メガロドンも同じです。メガロドンは光合力が地球上で最も強かったので、例えばティラノサウルスとの対決は見ものですよ。残念ながら恐竜は6000万年以上前に絶滅したため、彼らが顔を合わせることはありませんでした。一方メグは2300万年前から250万年前までの間、海を泳ぎ回り、全ての海洋生物を怖がらせていたのです。現代に存在していたらメガロドンはどのように生活していたでしょうか。フロリダやハワイ、ブラジル、南アフリカといった現代のサメが泳ぐ場所を好むのは確かですよね。悪くないじゃないですか。私も連れて行ってほしいです。メガロドンに脅威となる競争相手や天敵となるものはいないでしょうが、赤ちゃんのメガロドンは弱すぎて身を守ることはできません。この頂点に君臨した捕食者は子供を育てるのに暖かくて浅く潮の流れのない場所を選んだのです。ところで赤ちゃんって言っても体長2メートルもあったんですけどね、なかなか大きいですね。実は子供の歯が発見されているんです。これはパナマ沖で子供を育てていたという証拠。1000万年前の歯ですよ。ではではメガロドンのライバルであったかもしれない動物についてもお話ししましょう。それも巨大なマッコウクジラ。体長は十分対抗できる 13.5 メートルから18メートルありました。現代のマッコウクジラの歯はそれほど大きくありませんが、1300万年前の祖先の最も大きな歯は幅が 12.7 センチ、長さが 35.5 センチもあったのです。例えて言うなら一番大きなペットボトルぐらいですね。面白い対決になりそうですよね。巨大な海洋の捕食者についてお話ししてきましたが、興味深い海の古代生物は他にもいるんです。実際サメは地球上に生きた最も古い生物の一種で、虫や哺乳類、恐竜、木よりも古いんです。大量絶滅のせいで地球上のほぼ全ての生物がいなくなりました。巨大な小惑星が地表に落下し、大陸は分離、そして他にもいろいろなことが起こりましたが、外界と接触せずにサメは生き続けたんです。のんびりとね。アブラツノザメは顎を持った最初の生物の一種、長さが 30.5 センチほどでしたので、できることは限られていました。きっとこのサメがメガロドンの近くにいても襲われなかったでしょうね。見た目が似ているだけで本当のサメとも言えなかったのですから。ウナギとサメが混ざったらどうなるかって思ったことのある人をご紹介しましょう。ラブカです。ラブカは淡水を好み、体長は最長1メートルで2億年前に絶滅しました。恐竜が現れたのが2億3000万年前ですので、ラブカは彼らを温かく迎え入れ、ビュッフェを用意したに違いありません。でも恐竜にとってはラブカがデザートに見えたかもしれませんね。まだ生きていたとしたら、春休みを砂浜で楽しむ人々が叫び出しそうな捕食動物もいますよ。カミソリみたいに鋭い約500本の歯を持つクレトキシリナです。この怪物のようなサメの趣味は大きなカメを追いかけること。サメとカメって何か因縁があるんですかね。次はエレスタス。このサメは3億年ほど前に生息し、頭が奇妙な形をしていました。さらに奇妙だったのは顎。すり減って古くなった歯は抜けることがなく、その奥に新しい歯が生えていったのです。前歯はどんどん前に押し出され、年を取るにつれハサミのような歯を持つサメになりました。なぜそのようになったかはまだ解明されていません。歯列矯正すべきじゃないですかね。長期にわたり君臨したメガロドンですが、恐ろしい巨大ザメが他にいなかったというわけではありません。例えばカルカロクレス・クブテンシス、発音しにくいですね。ミスター・カルトでも呼びましょうか。残念ながら十分な情報を集められる化石は発見されていませんが、歯の長さが 12.7 センチ以上あったという研究があります。とすると体長はおそらく最長で6メートルあったということになります。もう何本か歯が見つかればいいんですけどね。そうすればその時代を代表する映画スターはメガロドンだけではなかったはずですし、惜しいですね、ミスターカル。巨大な列車が線路を走り、ブレーキがきしんでいます。あと数秒で1000トンの鉄の土が踏切で立ち往生しているバスに激突してしまうことでしょう。人々の命を救うには奇跡を起こすしかありません。ん？あれはなんだ？衝突寸前に何者かが現れます。その人はジェットパックを背負い、近くの山から飛び立ちました。体は外骨格で保護されているようです。そのスーツは騎士の鎧に似ていて、信じられないほどの強さを与えてくれるんです。列車の前に着陸し、手で列車を押します。外骨格が衝撃を吸収しているようです。車輪は狂ったような音を出し、数秒間続いた後、バスからほんの数メートル離れたところで列車が止まります。バスのドアは壊れているので、人々は脱出することができません。ヒーローはベルトでライトセーバーを作り、新たな出口を作ります。
このシナリオは空想的だと思いますよね。しかし以前まで漫画や映画でしか見られなかった多くのことが今では現実になっているんです。サクロス・ロボティクス・エグゾスケルトンはオペレーターを20倍強くし、怪我の可能性を減少させます。同時に動きを抑制しないのです。このモデルは多くの例の一つに過ぎませんが、近い将来これらのメカニズムはさらに出現し、飛行ドローンやホバーボードと同じくらい馴染みのあるものになるでしょう。このようなスーツがあれば人を救助するのはもちろん、冷蔵庫を2階まで一人で運ぶことまでが可能になります。しかし飛べない鎧は不完全ですよね。リチャード・ブラウニングが創立したグラビティ・インダストリーズはジェットパックを開発しているんです。ちなみに彼はチーフテストパイロットでもあるんですよ。彼の装置は後ろに大きなジェットエンジンと、どちらかの腕に2つの小さなジェットエンジンを搭載しているんです。このスーツを着用している人はまるで SF アクション映画のキャラクターのように見えます。体重が 90kg 未満の場合、このバックパックで飛ぶことまでできるんですよ。ただし一つ難点があるんです。現在一つ作るのに44万ドルかかります。ライトセーバーはまさに楽しい科学ですよね。数世代の科学者、ブロガー、ジェダイのファンたちは商標を作成しようとしています。ライトセーバーの主な候補は高エネルギープラズマ。磁場の強さはプラズマが空気中でその形状を維持するのに役立ちます。しかし一つ問題があります。ライトセーバーを機能させるにはたくさんの装備を身につけなければならないんです。そして高温プラズマから来る紫外線と熱も考慮する必要があります。バーナーメタルベーパートーチが現在ジェダイのライトセーバーに代わる最高のアイテムであると言えるでしょう。このデバイスがあれば数秒で金属製のドアを切ることができます。しかしトーチでフェンシングをすることはできません。透明になるマントはもはやファンタジーではありません。カナダの会社ハイパーステルスバイオテクノロジーコープは人を見えなくさせる生地を開発。魔法は使っていませんよ。古き良き物理学のおかげなんです。この透明マントは目の錯覚を起こすことであなたを隠してくれるのです。1985年以来、ホバーボードは世界中の人々から大きな注目を集め、発明者たちは何十年にもわたってこのデザインを再現しようとしてきました。多くの企業が独自の空飛ぶスケートボードのデザインを開発しています。水の流れ、燃える灯油、電気、もしくは回転するプロペラを動力源とするホバーボードまであるんです。アークスパークス変動は SF プロトタイプに最も近いものです。このモデルは全方向に飛行し、曲がったりブレーキをかけたりすることができます。これが可能なのは互いに反発し合う2つの磁場のおかげ。1947年、アメリカのエンジニアはこの車を見てつまらないと思ったんだそうです。そこで思いついたこと、飛ばしてみたらどうだろう。素晴らしいアイデアですよね。結果モデル118コンベヤーカーが完成。大まかに言えば屋根にプロペラがついた飛行機に一般的な車を取り付けたもの。世界中の企業は空飛ぶ車のプロジェクトに何百万ドルを投資し続けています。どちらかというとドローンやヘリコプターのようにも見えますが、多くの研究者は空飛ぶ車が作られることは決してないと確信しているんです。その理由は値段が高すぎる上危険。どうなんでしょうね。19世紀には四輪のカートが馬の代わりになることは決してないと人々は考えました。しかし今では大草原で馬に乗るよりも高速道路に乗る方がはるかに一般的ですからね。エンジニアが自動車を飛ばそうとしている間に、彼らの同僚たちは輸送に運転手が不要になるようにするにはどうすればいいかということを研究しています。運転手に代わって運転をするのはコンピューター。スーパーやレストランに行く必要がある場合、自動運転車が最適なルートを選択してくれます。また駐車方法も知っているんです。車はセンサー、ビデオカメラ、そして強力なコンピュータープロセッサーのおかげで他の道路利用者を区別し、信号機や道路標識にも気づくことが可能です。
ロボタクシーはこの分野で最も有望なプロジェクトの一つ。今後10年から20年で自動車教習所は過去のものとなるでしょう。何千年もの間、古代の人々は火のそばに座って星空を見ました。私たちの文明はすでに宇宙を直接探求していますが、それでも答えよりも質問の数の方が断然多いです。60年間で600人の宇宙飛行士が宇宙に送られ、そのうち7人は国際宇宙ステーションを訪れた観光客なんです。 400km の高さから地球を見る権利を得るには5000万ドルを支払う必要があります。スペース X 社とそのオーナーであるイーロン・マスク氏は2050年までに火星に植民地を設立しようとしています。100万人が火星初の都市に定住することになるでしょう。別の惑星にいるように感じるために宇宙船に乗る必要はありません。世界の海の 80% は未開拓で地図にさえ載っていないのです。船舶メーカーは快適に海底を探索する方法を提案しています。この目的のために彼らは快適さと安全性を組み合わせた潜水艦ヨットの設計を開発しました。民間潜水艦ミガルーム5はワシントン記念塔の高さと同じくらい長く、4週間水中に留まることができます。ヘリコプター付き格納庫、ジェットスキー、ミニバチスカーフが含まれています。まだ買い手はいませんが、それも時間の問題でしょう。ではここで、あなたが海の底に降りたスキューバダイバーだと想像してみてください。周りはとても暗いですが、懐中電灯があるので大丈夫。突然ヘルメットを満たし、目まで上がってきた液体の中で呼吸できることに気づきます。え？なんだって？水やソーダなどの物質には十分な酸素がないため呼吸することはできませんよね。でもこれ、液体が原因ではないんです。将来的にはダイバーは酸素が豊富な液体を呼吸することになるでしょう。これによりより深いダイビングも可能になります。アメリカの会社セカンドサイトメディカルプロダクトは、目の見えない人の視力を回復できる人工眼を開発。それはアーガス2と呼ばれます。実際には電子網膜インプラントであり、バイオニックアイを作成するための最初のステップなんです。おそらく将来的にはオブジェクトをズームイン、もしくはズームアウトできるようにもなるでしょう。また画像を鮮明にしたり、赤外線をオンにしたりできる可能性もあります。拡張現実メガネはまだ技術的な完成度に達していません。ほとんどの未来派はインターネットと同じように私たちの世界を変えると確信しています。テレビやコンピューターは必要なくなります。メガネに指示を出すと、お気に入りのテレビシリーズが好きなサイズの仮想スクリーンで目の前に現れるんです。家具、衣類、食器も一緒。これらはすべて仮想のものに置き換えられます。拡張現実メガネは周りにあるすべてのものをデジタル化し、望むように見せるのです。もちろんメガネを外さない限りはですが、今日は窓の外で地中海の風景、明日はタイムズスクエアの景色を眺めることができます。ハードドライブとコンピューターの光学ドライブは膨大な量のデータを保存します。しかしこのテクノロジーは信頼できません。時間の経過とともにディスクは読み取りが不可能になります。この問題をほぼ解決したのが科学者。彼らは生きたバクテリアの DNA に電子データを書き込む方法を発見。生物学的なプロセスは全ての生きている細胞の中で行われているんです。科学者たちはコンピューターシステムの手法を使ってそれをプログラムすることに成功。ナノボットは今後10年以内に登場することでしょう。映画や漫画ではほとんどの悪役がこの技術に関連付けられています。しかし現実の世界ではナノボットは医学で使用されているんです。各ロボットが分子より大きくなることはありません。ナノボットを人体に発射することにより、医師は患者の健康と体調を監視できるようになります。そしてナノボットの最も良いところは 3D プリントできること。恐竜のクローンを作るというのは映画の中ではあまりいいアイデアではないように思えるかもしれませんが、実際の科学者たちは少し違った見解を持っているようです。遺伝子は100万年以内であればクローン作成に使用することができます。恐竜は6500万年前に姿を消しました。しかし他の動物もいます。
今後50年間でマンモス、ケブカサイ、さらにはケンシコが地球上に再び出現する可能性が高いのです。科学者たちは絶滅した動物の遺伝物質をゾウ、サイ、トラなどの既存の動物の DNA に移植することを計画しています。 SF 映画では宇宙船やステーションがカラフルなビームを宇宙に向かって発射し、他の船を引き寄せる光景をよく目にしますよね。オーストラリアの科学者たちはそのようなビームを作ることに成功。このビームは真空中に浮かぶ原子を捕獲して保持することができるんです。もちろんこれはまだ巨大な宇宙ステーションではありませんが、物理学の研究における大きな一歩です。科学者たちは周りのすべてを構成する個々の原子や分子を研究することができるようになる量子のファネルを作り出したのです。やったぞ、やってきたぞ。最高のエンターテインメントに、完全バーチャル映画館。周りをぐるっとスクリーンに囲まれた暗い部屋に入ってヘッドセットを着用すると、脳のニューロンに何百万というセンサーが接続されるのが感じられます。3、2、1、次の瞬間あなたは映画の主人公になっていました。今は夜、あなたはベッドに入っています。洗いたてのシーツがひんやりとして心地よいですね。そこに起こる不気味な音、まるで壁の内側から何かが爪で引っかいてくるような。ベッドから抜け出したあなたは空気がピリッと張り詰めているのを感じます。照明のスイッチへ向かい振り返ると、ベッドのすぐ横に暗い影がいます。何者かは暗がりで分かりませんが、あなたのことを見つめているようです。そうだ、これはホラー映画だったっけ。思い出したあなたは慌てて照明をつけました。明るくなると影は一瞬で消えてしまいました。再び部屋を暗くしてもその影の姿はありません。低い遠吠えのような声が聞こえます。天井を見上げると逆さまになった老婆が四つん這いで歩いています。老婆が金切り声を上げて飛びかかってきました。あなたは心臓が胸から飛び出しそうになりながら部屋から飛び出し、老婆の目の前でドアを閉じました。大丈夫、ただの映画ですよ。まあ今日帰った後で悪い夢を見るかもしれませんが。やってきたのはキッチン。窓の外を見ると朝日が差し込み始めています。元気の湧いてくる音楽が聞こえますが、それがどこから聞こえてくるのかまでは分かりません。テーブルの上にはブレンダーと卵が2つ、そして牛乳のパックが置いてあります。プロテインシェイクを作りながらふと見ると、あなたはもうランニングウェアを着ていました。外へ向かうと音楽の音量が上がります。あなたは走り出しました。あなたの横を道路や建物があっという間に通り過ぎていきます。気分は上々。今度はスポーツ映画のようです。自分の体も引き締まっており、来たる試合に向けてモチベーションも高まっています。しかしそんな気分もすぐそばのビルが爆発した途端吹き飛んでしまいました。衝撃で跳ね飛ばされたあなた、しかし無傷。アクション映画のヒーローさながらです。さらなる爆発が近くで起こり、あなたは命からがら逃げ出しました。黒い窓に覆われた SUV が突然角から現れます。あなたはそのボンネットの上をスライディング、止めてあったバイクにまたがりました。バイクはまるであなたが乗ることを待っていたかのようです。そして始まるカーチェイス。あなたの真後ろでアスファルトがひび割れ、車がおもちゃのように飛ばされていきました。窓が粉々に砕けています。前方にはジャンプ台のような形になったトラックが。スロットルをフルに入れると、あなたとバイクは空中を飛んでいました。そしてタイミングよく真後ろでは大爆発。あなたは目の前のビルの窓に突っ込み、バイクから降りました。今あなたがいるのは古い家具の並ぶ灰色の部屋。あなたが割ったはずの窓はもう直っており、そこに雨が叩きつけています。疲れと困惑に襲われながら、あなたは横歩きで眼科の道路を観察しました。そして突然何かをひらめきました。部屋の角にタイプライターの置かれたデスクがあります。あなたはそこに座り、一心不乱にキーを打ち始めました。言葉と文章がみるみるうちに真っ白の紙を埋めていきます。これは傑作になるに違いない。本当のところ大した文章ではないのですが、あなたにとってはそうではありません。感極まって涙が流れました。
何時間もが数秒で過ぎていきました。昼と夜が何度も入れ替わり、デスクの上に文章でいっぱいのページが積み上がりました。その原稿を読む編集者、彼女の頬を涙が伝いました。信じられない作品が生まれたと言っています。だがその代償は、あなたは言いました。この本のために私は全てを奪われた。一体何を奪われたのか正直よくは分かっていませんが、今はドラマの中にいるらしいので、なんだかそういう感じがします。編集者のオフィスを後にしたあなたは、通りで交通渋滞に巻き込まれました。男が車の窓から顔を出し、おいそこのあんた、今日はとんでもない日だったな、と言いました。その横を通り過ぎる自転車乗りは大声を上げています。やめないで、やったーって言って、と。なんだかよくわからないけれど面白そうだ、やってみよう。あなたは爽快しました。どうやらあなたは美しい声を持っているようです。周りの人が車を降り、あなたと合唱を始めました。街灯に止まっていたカラスや歩いていた鳩も歌に加わりました。周りの誰もが踊って合唱しています。消防車が現れ、群衆に放水を始めました。すると歌の音量はエスカレート。君は君は永遠に生きたいだろう、このコメディミュージカルの世界で。わあ楽しかった。暗い裏路地に入ると全てが白黒になりました。頭には50年代の頃に被られていた帽子が乗っています。パトカーのサイレンと誰かの悲鳴が聞こえました。ガラスが砕ける音もします。この街は強欲と欺瞞にあふれている。あなたは頭で考えていたことを口に出したようですね。これは探偵もののノワール映画です。オフィスに座るあなた、デスクの上には空っぽのグラスが置かれ、メモが散らばっています。1954年12月17日、もう2日も寝ていない。部屋の戸口にとてつもない美女が現れました。探偵さん、あなたの助けが欲しいの。あなたはクラシックカーに乗り、白黒の街の明かりの下を走っていきます。これは映画じゃなさそうですね。探偵ものの予告編だ。場面が変わり、音楽に緊迫感が生まれました。あなたは相棒と何か口論をしていますと思ったら、次の場面はカーチェイス。ドアを蹴破り、動くな、誰かの手にかけられる手錠。音楽がさらに激しさを増し、ナレーションが入ります。この夏、火のついたマッチを地面に投げると、全てが炎に包まれました。空から紙幣が降り注ぎます。そして次のカットで、あなたは土砂降りの中を歩いています。帽子からスローモーションで落ちる雫。あなたは笑っています。ダークな探偵。ナレーションが入り、予告編が終わりましたとなったと思うと、世界に色が戻りました。車の行き交う道路の上にバナナの皮が置いてあります。それを避けて歩くと、笑いが響き渡りました。どこから来る声なのか分かりません。でも近くに果物売りが2人います。1人がもう1人にお金を渡しています。どうやら賭けに負けたようですね。負けた方があなたに聞きました。踏んで滑って転ぶのがそんなに難しいか。あなたは首をすくめました。するとまた笑い声が。目に見えない大勢があなたの一挙手一投足に爆笑しているように聞こえます。そうか、これはドタバタコメディだ。通りかかったおばあちゃんはバナナに滑りました。しかしあなたは運よくおばあちゃんをキャッチ。賭けに勝った果物売りがお金を返しています。そして響く笑い声。あなた、100年生きてきてバナナから救われたのは初めてよ、とおばあちゃん。さらに響く大爆笑。煩わしくなったあなたは最寄りのスーパーに逃げ込みました。棚の列の間を歩き、カートをいっぱいにしていきます。すると何人もが突然現れ、あなたを巨大レンズのカメラで映し始めました。地面に寝転がっている者もいれば、リンゴの箱の後ろに隠れている者もいます。あなたからは見えていないと思っているのでしょう。空腹時はより多くの商品をカートに入れてしまいます。この人間はレジに行った時、お金が足りないかもしれないとなったところで、やっとそれに気づきます。確かに声の言う通りだ。あなたは牛乳のパックを棚に戻しました。カメラを持った人々が距離を置いてあなたを追いかけ続けます。
これは人間の生態では当たり前の光景ですね。物を買うために並ぶ。これはきっとネイチャードキュメンタリー。撮影される動物の気持ちが少し分かったあなたでした。スーパーから出ると突如起こる大地震。人々が悲鳴を上げています。空に宇宙船が現れました。宇宙人の襲来です。止まっていた黒い車に乗り込むと、それが戦闘機に変形。あなたは光線を避け空へと飛んでいきました。敵の戦闘機が追いかけてきます。あなたは成人した息子に電話をかけました。今まで一度も言ったことはなかったが、俺はお前を愛している。お前は俺の人生で一番の宝だ。体に気をつけるんだぞ。親父、どういうことだ親父。息子が尋ねますが、あなたは電話を切りました。ここは SF 映画のドラマシーンのようです。戦闘機が宇宙へ飛び出し、敵の母船を確認しました。敵の間をすり抜け、その司令塔に突入。巨大な爆発が起こり、宇宙空間を照らします。人類はこの戦いに勝ったのです。あなたは英雄です。しかし寸出のところであなたが脱出していたことを誰も知りませんでした。今あなたは綺麗な村で平和な余生を送っています。ジ・エンド。出演あなた。最寄りの映画館でぜひ。こちらの知識は本当か嘘か。水は少量の食塩を加えると早く沸騰する。正解は嘘。実は優位な差は生まれません。それどころかむしろ沸騰するまでの時間が遅くなることもあるのです。とはいえパスタを美味しく茹でることにはなりますよ。コウモリは目が見えない。これも嘘。おそらくはコウモリが夜行性であり、聴覚が著しく優れているがために生まれた通念なのでしょう。コウモリは夜になると飛んで食料を探します。その時にはエコーロケーションと呼ばれる能力を活用します。しかしだからといって目が見えないわけではありません。コウモリは光の少ない環境に適応した目を持っているんです。シロナガスクジラは体があまりにも大きく、その下の重さはゾウと同じ。これは本当です。ゾウの体はとても大きいんですよ。人の体温は主に頭部から発散される。嘘。このように信じられている一番の理由は、周りの気温が寒い場合に人の体で唯一露出しているのが頭だから。 T シャツ1枚で外に出たとしたら、腕や足、腰、その他の体中の部位から体温を奪われてしまいます。ですから帽子もかぶりましょうね。味覚の分布図を見ると、舌の部分によって感じられる味が違うことになっています。しかしこれも実は嘘。特定の味をより感じることのできる味蕾は確かに存在しますが、舌の一部分が特にその味に特化しているということはありません。研究ではどの場所にも同じくらいの味蕾があり、どこでもどんな味でも感じることができます。シロナガスクジラの舌はというと、プランクトンしか味わえないんでしょうかね。恐竜は巨大だった。一部本当。映画に登場する恐竜は巨大な鱗だらけのトカゲといった風貌をしていますが、実は違います。まずそもそもより小型の恐竜がたくさんいました。そして中には七面鳥や鳩ほどの大きさしかないものもあったのです。またティラノサウルスといった一部の恐竜は、特に若い時代には体表が羽毛に覆われていたとも考えられています。酸素は無色透明である。一部本当。確かに酸素は気体の状態であれば無色透明ですが、しかしこれが液体や固体になると美しいスカイブルーになるのです。カメレオンは周りの景色に合わせて体の色を変えている。嘘。景色に合わせた模様を作り出すのはなかなか骨の折れる作業です。実際は気分や気温、また受け取る日光の量によってもその体色は影響を受けます。気分がリラックスして細胞が伸び伸びした状態のカメレオンは、細胞内の結晶が光の影響を受けます。カメレオンはこの結晶を使って互いにコミュニケーションも取ります。体の色が暗い時は機嫌が悪い時、攻撃的な時です。なので私たちも退散しましょう。
ネアンデルタール人は今の人間の祖先である。嘘。確かに私たち人間の祖先と同時期にいた種ではありますが、そもそも生息地が違っていました。ネアンデルタール人は人間の祖先なのではなく、全く別に存在していた種なのです。彼らは発想力に富んでおり、火を使い、道具を使い、薬草を食べ、歯を磨き、かなり人間と近い生活を送っていたようです。ネアンデルタール人は気候変動によって絶滅したのではないかと考えられています。七面鳥は顔を赤らめることがある。本当。感情に関しては人ととてもよく似ています。怒った時や興奮した時、気分が悪い時には首や頭の皮膚が赤くなります。私の兄貴と一緒。ブラックホールは宇宙に開いた穴である。嘘。ブラックホールはとても密度の高い天体で非常に強い重力を持っています。フラミンゴはクールな動物だ。本当。なぜなら足を膝で曲げることができるから。これは嘘。フラミンゴは足を足首で曲げています。実際の膝はもっと体に近い場所で羽毛に覆われています。スーパーのリンゴは新鮮である。一部本当。収穫時期が8月から11月に広がっているため、スーパーで売られているリンゴは1年前のものである可能性もあります。収穫を終えたリンゴは物によってはワックスが塗られ熱風で乾燥されます。そして冷蔵庫で6から12ヶ月保存され、スーパーの売り場に並ぶのです。ボトル入りのミネラルウォーターには賞味期限がある。本当。この期限は水のものではなくボトルのものだったりします。プラスチックが水を漏らし始めると有害な化学成分が水に溶け出してしまうのです。ティーバッグはうっかりから生まれた発明。本当。20世紀初頭、トーマス・サリバンと呼ばれる人物はシルクの袋に茶葉のサンプルを入れ顧客に送っていました。実際には袋を開けてその茶葉を湯に入れるのが正しい使い方だったのですが、多くの顧客はポットに袋ごと茶葉を入れるのだと勘違いしてしまったのです。やがてこのティーバッグは度重なる改良を経て糸と紙のタグがつくようになりました。こうして今日私たちがティーバッグと呼んでいるものが完成したのです。雷は一度落ちた場所にはもう落ちない。嘘。エンパイアステートビルはその昔24分の間に8回落雷を経験しています。その時は激しい嵐で雷は一度落ちた場所にも落ちまくっていたのです。そして落ちた場所がもともと雷の落ちやすい場所だったのであれば、何度も落ちることは通常でも考えられます。人間の体に入っている DNA を引き伸ばすと太陽と冥王星を余裕で往復できる距離になる。本当。しかも1往復では終わりません。17往復します。まあそんなことをしたら全く姿が変わってしまうかもしれませんが、ワニは世界最古の種の一つである。本当。ワニは2億年前から地球に存在していたのだと言われています。うちの近所のあの人みたいですね。オポッサムは尻尾でぶら下がりながら眠る。嘘。確かにアニメや写真にそんな場面が登場しますが、通常オポッサムはそのような眠り方をしません。尻尾は強靭なため木の枝などを掴んで体重を支えることはできます。しかしそれを長くはできないのです。大人のオポッサムはこの体勢を長くは保つことができません。あんまり休まらないでしょう。金魚の記憶力はたったの3秒。嘘。色鮮やかな金魚は実は結構賢いんです。ある研究では金魚が2つのクラシック曲を聞き分けることができるということも証明されています。確かにすぐにものを覚えることはできませんが、100回以上実験を繰り返した結果、金魚がものを覚えたという事実もあります。記憶力が3秒では成し遂げることができない芸当です。山椒魚の一種は、学名は噛みそうなので読み上げませんが、7ミリ秒のうちにその舌を体の半分ほどの長さまで伸ばすことができる。本当。これは瞬きの50倍の速度です。味覚の分布図を持ってこなくちゃ。人間はマルチタスキングが可能である。
嘘、メールのチェックをして電話で話し、料理をし、いろんなことを同時にやると時間の節約になると思いきや、実は研究ではマルチタスキングが不可能であることが分かっています。人間の脳は同時に一つのタスクしかこなすことができません。ですから私たちはマルチタスキングをしていると錯覚している間、余計な時間が浪費されているのです。注意力も散漫になってしまいます。地球は太陽系で唯一水のある惑星である。嘘、 NASA は木星に地球の2倍の量の水をたたえる海を発見しています。その海は分厚い氷の層の下にあるようです。また火星にも液体の水が流れていることが分かりました。では地球は完全な休憩をしている、これも嘘。実際には地球は北極と南極の部分で平たく、赤道付近で膨らんだ形をしています。楕円形に近いんです。ゾンビは実在する、本当。まあ人間が映画に登場するゾンビになることはないでしょうけれど、動物王国にはちゃんとゾンビがいるんです。例えばアリの体を乗っ取るキノコ、このキノコは特殊な化学物質をアリの脳に流し、その影響を受けたアリは巣を離れてキノコの生育に適した場所へと向かっていきます。世界最大の滝は海の中にある、本当。北欧の海では冷たい海水は暖かい滝よりも密度が高く、滝の落差3キロメートルほどに及びます。世界最小の蜂はアメーバよりも小さい、本当。この蜂にはその他の昆虫同様に目や羽、脳、足、その他の部位があります。しかしその体長は 0.02 ミリメートルしかありません。つまりこの蜂はアメーバなどの単細胞生物よりも小さい計算になります。世の中は白い雪しか存在しない、嘘。街の色を受けていろんな色になるという意味ではなく、例えばカリフォルニア州シエラネバダでは山岳にピンクの雪が降ります。雪は一帯に生息するバクテリアの影響によりピンク色になるのです。北極光には姉妹がいる、本当。オーロラは北極だけで見られるものではなく、南極光と呼ばれるものも存在しています。これは南半球で見られるもので、その地域の冬場によく見られます。原子の 99% 以上は何もない空間である、本当。世界中の人類全員を集め、その構成原子から何もない空間を全て取り除いたとすると、全員がオレンジ1個の中に収まってしまいます。一度やってみたいですね。そうすれば満員バスも問題なし。イルカはお互いを名前で呼び合う、本当。イルカは特定のさえずりによってお互いを呼び分けています。さようなら、今まで魚をありがとう。トイレの水洗は北半球と南半球で渦の出来方が違う、嘘。実はオーストラリアで流そうがフランスで流そうが渦の出来方は変わりません。カタツムリは長い睡眠をとる、本当。3年間寝っぱなしになるカタツムリの種もいるんだそうですよ。サメは一滴の血の匂いを何キロも先から嗅ぐことができる、嘘。確かにサメの脳において匂いを司る部分は非常に発達しています。しかし海はとても広く、一滴の血液が海の中で広がっていくためには相当な時間がかかります。条件の整った日で海流によって運ばれたとしても、サメが感じ取れるのはせいぜいフットボール上数面分ほどの距離を空けてであって、何キロもではありません。ではラストいきましょう。ペンギンは恋の相手にプロポーズをする、本当。ペンギンは生涯を同じ相手と過ごします。つがいになるとオスがメスに愛情の印として小石を渡すのです。素敵。宇宙のショッピングモールの駐車場で車の中に座っています。妹の誕生日プレゼントをやっと買えたので、どうにかパーティーに間に合いそうです。今日はモールにかなりの人がいるので、駐車場から出るのもかなり大変。そしてやっとゲートに近づくことができました。ハンドルの横にあるボタンを押して無重力装置をオンにします。すると
車が数十センチ地面から浮き上がります。車輪は車体内に収納され、トランクから巨大なタービンが現れます。そしてフロントガラスはボタンやスクリーンが表示されているタッチパネルに変身。ゲートが開き、タービンから炎が噴射され、車は駐車場から飛び立ち、宇宙空間へと飛行し始めます。目に見えない宇宙の高速道路を走る何千台もの空飛ぶ車と行き違っていきます。ブランド広告のホログラムに取り囲まれた巨大な宇宙ステーションのようなモールからどんどん離れていきます。地球へ向かう前に火星に立ち寄ってエンジンを修理しなければなりません。ナビゲーターは火星へのルートの計算をし始め進んでいきます。地球の軌道から遠く離れているので数時間で火星に到着できそうです。オートパイロットをオンにして少し昼寝することにしました。ここは2048年の世界です。世界人口はすでに200億人を超えているので、地球上だけではスペースが足りません。人類はまだ他の惑星を植民地化する準備ができていないので、世界中の科学者とエンジニアが巨大な宇宙ステーションを建設し始めました。現在、そこには全人口の 50% 以上が居住しています。スペースステーションは巨大な指輪のような姿をしていて、大気は地球上と同じで人工重力が搭載されている上、植物も栽培されています。スペースステーションに移住した人々は頻繁に地球へ戻っているので、ロケットが地球と軌道間を行き来していますが、かなり高価で不便。そのため、自動車メーカーは超高性能の空飛ぶ車の開発を始めました。数年後、人類は徐々に月と火星を植民地化していきました。現在では火星に行くのは隣町へ行くのと同じくらい簡単なんです。車は飛行機の航空路のような特定のルートに沿って飛行しています。エンジニアたちはフロントガラスを通して見ることができる特別なデジタル高速道路を設計しました。もちろん宇宙なので好きな方向へ飛ぶことができますが、モールや月へ向かう場合にはデジタルルートに沿って飛行しなければなりません。目が覚めると火星に近づいていました。大気の違いと厳しい気象条件により人はほとんど住んでいません。でも火星には自動車用の最大の修理工場と太陽系で最も楽しい遊園地があるので、何時間もの宇宙空間での渋滞に巻き込まれてしまいます。突然ダッシュボードにタービンの故障が表示されたので、宇宙服を着てレーザードライバーを持ち車から降りました。無重力状態なのでタービンまで飛んでいき、ドライバーで修理を行います。周りには何千台もの車が順番を待っています。人々はあくびをしながら音楽を聴いたり映画を見ています。車に乗り込みゆっくりと進んでいきます。宇宙高速道路のど真ん中でエンジンやタービンが故障することはよくあります。このような事態が発生すると、車の緊急モードがオンになり、ダッシュボードは自動的に最寄りの修理チームに信号を送信するようになっているのです。そのため、宇宙空間に浮かびながら整備士が到着するまで待たなければなりません。そして、車を最寄りの自動車修理工場へ牽引してもらいます。数日間分の酸素を持っていますが、足りなくなった場合にはネット上で救援を求められます。すると通りがかりの親切な人々が酸素を供給してくれます。そしてようやく自動車修理工場に到着。整備士は車に新しいスーパージェットエンジンを取り付け、タービンを修理しています。妹に遅れないと約束をしたものの、あまり時間が残っていません。車に乗り込み、火星の軌道をフルスピードで進んでいきます。新しいエンジンは音も静かで、車が揺れることもありません。速度を上げてガラガラなデジタル高速道路に沿って飛行していきます。途中、ホログラフィックで広告を表示している多くの小型衛星が見えました。幸い広告ブロッカーを持っていたので、オンにするとバナーが見えなくなります。すると小さな青い点が見えてきました。あれが地球です。突然、犬に餌をやらなければならないことを思い出したので、ルートを離れて月へ出発。昨年のセールで購入した家がある小さなコテージへ向かいます。人類にはまだ月の大気を変えることができませんが、小さなドームを設置して酸素を充満させることはできます。ドーム内には家とプール、小さな野菜畑まであります。
かつて人々は都会の忙しさから逃れるために田舎へ出かけたものですが、現在では誰もが月に家を持つようになりました。ドーム内に入り、白い駐車場に着陸してから犬のボールに餌を入れます。現在、宇宙ステーションのアパートは改装中なので、しばらくの間犬と一緒に月に住んでいるのです。他の車が隣のドームへ飛んでいくのが見えます。大きな反重力装置と超高性能のエンジンを備えたスーパーカーです。これらの車は音速の10倍で飛行でき、運転手と会話をする人工知能まで装備されているんです。中には古くて錆びた宇宙車もあります。普通の車にジェットエンジンを取り付けて、銅と鉄、銀の混合物でボディを塗装し、冷たい真空の中でも長距離を移動できるようにしてあります。宇宙空間には多くのタクシーもあるので、月へ行く方が地球の反対側の都市へ行くよりも安い場合があります。その理由は地球上の道路での交通渋滞です。また宇宙には多くの空飛ぶバスがあり、毎日地球、月、火星のルートのフライトが出発しています。火星では常に新しい建物が建設されています。巨大な車の修理工場と遊園地の建設が終了し、現在星間ワープの研究のための科学センターが建設されています。もちろんエンジニアたちは建設のプロジェクト用の建築材料を必要としているので、週に数回長い列車が別のルートで地球から火星へ向かっています。当初電車は人間も乗せていましたが、採算が取れませんでした。自分の車やバスで火星に行く方がはるかに安くて早かったんです。とうとう月を離れて地球に向かうことに。ダッシュボードには燃料切れのサインが表示されているので、ガソリンスタンドに立ち寄ることにしました。ガソリンスタンドは至る所にあります。でも完全に自動化されているので、人工知能によって制御されています。燃料補給のためにポンプに向かいます。燃料ポンプは自動的にガスタンクに接続されます。高性能のエンジンにはガソリンの代わりに特別なロケット燃料が使われています。タッチパネルで送金した後、再び出発。何百本ものデジタル宇宙高速道路が地球に通じていますが、全て車でいっぱい。またもや交通渋滞です。大気の上層部にはセキュリティチェックポイントがあり、税関では書類や車のトランクの中をチェックされます。渋滞の中で待っているとゴミ収集車が見えてきました。多くの宇宙ゴミが浮かんでいるのが見えます。人工知能によってコントロールされている低速飛行トラックが巨大なコンテナにゴミを収集していきます。そして地球の軌道外に出た後、コンテナのフックを外します。これらのコンテナには太陽系をはるかに超えた場所まで飛行できる小さなタービンが搭載されていて、内部のゴミを全て燃焼するようになっているのです。やっと全てのチェックポイントを通過し、大気の中間層へ飛び込みます。地球は巨大なサイバーパンクの世界のようにも見えますが、かなり明るくて美しく見えます。巨大な車が視界を改善するために雲を分散していきます。そして消防車が火災の発生した宇宙ステーションへ向かっているのが見えます。地面に着陸する直前に空中に何百ものガソリンスタンド、エアホテル、映画館、ショッピングモールなどが見えてきます。そして駐車場のビルに接近していきます。80階建ての超高層ビルは車でいっぱい。人々は車を降り、エレベーターを使って降下していきます。幸い駐車場は妹の家の近くだったので、着陸してプレゼントの置いてある助手席に手を伸ばすと、嘘だろ、なんとプレゼントを月に置いてきてしまいました。赤ちゃんティラノって可愛かったんですよ。あ、言っちゃった。ティラノが可愛いというのは想像しがたいかもしれませんが、でっかいティラノだって巨体の成獣として生まれてくるわけではありません。生後数ヶ月の赤ちゃんティラノは可愛いふわふわの七面鳥サイズの毛玉のようで、変わった見た目の鳥がどでかい卵から出てきたような感じです。不十分な食料、危険な環境、隕石、かわいそうな赤ちゃんティラノは無力でか弱く、1歳の誕生日を迎えられるのは半数のみ。科学者たちは小さくて脆弱な赤子のティラノが熱を保つ目的でムクゲを生やしていたと考えています。さらに毛のおかげでカモフラージュできるため安全に過ごせます。赤ちゃんティラノは大きく鋭い歯は持っていません。
そのため小さな爬虫類や昆虫を食べて生活していました。赤ちゃんティラノの成長は早いため1日 2.7 キロほど増量します。私もそういう時あったなぁって冗談ですって。ティラノのおかしなところを言えば、赤ちゃんの時は体に対する腕の長さの割合が普通だということ。一旦成長するとあの長さになるんです。大人のティラノは超有名人で、 T シャツ、映画、ハロウィンの仮装として大々的に扱われています。しかし我々の知っているお気に入りのあのティラノは実在しません。一つ目にスピード、ティラノはあまり速くありません。映画の中では道が空いていようが、そこそこの車に乗っていようが、ティラノから逃れることはできません。初期の推論ではティラノは時速16から48キロで走ることができるとされていました。それってすごいですよね。しかし最近の研究ではせいぜい時速19キロほどで走るということが発覚しています。骨がボロボロに砕けてしまうため、それ以上の速さでは走れません。だからご安心ください。数ヶ月ほどトレーニングをすれば、プロの運動音痴の方でも鋭い歯のティラノから逃れることができるでしょう。さて、良き友ステゴサウルスはどうでしょうか。彼らが暮らしていたのは1億5000年ほど前。もっと後に登場した可愛い赤ちゃんティラノにお目にかかることはできなかったはずです。ステゴサウルスなら皆さん目にしたことがありますよね。背中から上に向かって生えているプレートが特徴のあの恐竜です。プレートは1メートルほどの高さがあるものもあったそうです。後ろに隠れられますね。科学者たちは未だにこのプレートの用途を解明できていません。しかしこれらのプレートを利用して巨大なサーモスタットのように血流を制御していたのではないだろうかと考えられています。また同じシステムを使って見た目を良くしたり怖そうに見せたりするために皮膚の色をコントロールしていた可能性があります。すごいですよね。さて、このかわいそうな恐竜はテニスボールより少し重いクルミくらいの大きさの脳しか持っていませんでした。カバの体に犬の脳が入っているイメージです。トロードンは最も聡明な恐竜です。多彩、抜群の狩りの腕、立体教視力、2メートルの巨体、常に稼働する脳、なかなか魅力的ですね。トロードンの化石は北アメリカで発見された初の恐竜の化石の一つです。恐竜の中でも最も変わったメンバーといえばスーさんでしょう。さて、この恐竜に出会ったらかなりふわふわの巨大な七面鳥ネズミ的なものを見ている気分になるはずです。もしかして現代の怠け者の遠い親戚かもしれません。スーのお友達であるベゴマスタックスも変人コンテストでは負けてはいません。ヤマアラシとオウムを掛け合わせたような見た目です。ただ本人に対してはそのコメントはお控えください。擦り合わせて尖らせた鋭い歯を持っているため危険です。最大かつ最重の恐竜といえばアルゼンチノサウルス。完全な化石は見つかっていませんが、おそらく重さ100トンほどで体長40メートルであったと推測されています。現代の最大の動物シロナガスクジラと比べてみると、シロナガスクジラでも30メートルほどしかありません。恐竜というとき、おそらく木を爪楊枝に使うくらいの建物級の怪獣を想像されるのではないでしょうか。確かに長い首や長い尻尾の巨大な恐竜は存在します。飛行機ほどの長さの恐竜も存在したと考えられています。しかし恐竜の多くは小柄で軽量、鳩ほどの大きさしかないものも存在しました。発見されている最も小さな恐竜の化石は小さなマウスリザードです。恐竜によっては14メートル以上の長さの尻尾を持っていました。こういった尻尾のおかげで走っている時にバランスを取りやすくなります。しかし恐竜たちは地面に尻尾を引きずり回していたわけではありません。恐竜たちはそこそこアクティブで素早かったため、尻尾が地についていることはほとんどありませんでした。隕石によって一掃されはしましたが、恐竜の DNA は現代にも受け継がれており、鳥などの動物に変形しています。鳥と恐竜のつながりが初めて疑われたのはドイツで原始的な鳥が発見された時。素晴らしい。
研究者たちはヒップの形に応じて恐竜を2つの種類に分類しました。1つ目のグループはトカゲのようなヒップを持った馴染みの見た目をしています。2つ目のグループは鳥のようなヒップをしています。3つ目は歌手のシャキーラのようなヒップで、名曲マイヒップスドントライはここから来ているとかいないとかって冗談ですよ。多くの恐竜の骨は中が空洞になっています。この点は鳥も同じです。鳥は今も生きる恐竜の子孫であると言えますが、現代の動物中には恐竜時代を目撃した動物たちがいます。ヘビ、ハチ、サメ、カニ、ロブスター、ワニ、ゴキブリなど、実際に話を聞けないのが残念ですね。アオウミガメも目撃者の一人です。皆さん実際の恐竜を目にしたなんて羨ましい。肉食恐竜はほとんどが二足歩行です。こうすることで速く走ることができ、空いた手で小さい恐竜をつかむことができます。草食恐竜は重たい体を支えるために四足歩行をしていました。より大きな草食恐竜は1日1トンほどの食事を消費していたそうです。これだけの大きさの動物を想像してみてください。毎日一軒家ほどの高さに積み上げられた野菜を消費していたのです。これだけ野菜を摂取すれば医者いらずですね。野菜をたくさん食べるようにというのは、もしかしてこれが起源なんでしょうか。分かっているだけで700種類ほどの絶滅種恐竜が存在します。かなりの数に思われるかもしれませんが、おそらくまだ全ては発見されていません。5年前新しいタイプの恐竜が発見されました。目の上に尖った角が生えている恐竜です。コミックのキャラクターのような見た目のため、ヘルボーイと名付けられました。90年代科学者たちはメキシコのユカタン半島にクレーターを発見しました。皆さんもご存知ですよね。6600万年前エベレスト級の隕石が地球に衝突し、大気が塵、ガス、残骸で溢れます。これによって深刻な気候変動が起こり、熱波が襲い、爆風が大気中に上り、太陽が一部遮られました。ゲームオーバー。お楽しみいただきありがとうございました。人間の時代と恐竜の時代が交わったことはありません。恐竜が絶滅したのは6000万年前の話。しかし恐竜は地球上に1億6000万年の間生息したと考えられています。現代のような見た目の人間が生息しているのは25万年ほど。まだまだ先は長いですよ皆さん。隕石が激突した時、全ての恐竜がメキシコでバカンスを楽しんでいたわけではありません。当時世界中に生息していた恐竜たち、砂漠に暮らすものもいれば、厚い森と植物に囲まれた古代の川のそばに暮らしていた恐竜も存在しました。エリ好みするタイプではなかったため、南極大陸を含め様々な場所に生息していたのです。ただし当時の南極大陸は雪に覆われていません。北極にも南極にも草木が生えていたのです。多くの人は映画の影響で恐竜は灰色っぽい緑色をしているイメージを持っていることでしょう。巨大なトカゲのような認識を持たれることも多いですよね。恐竜の皮膚の色はまだあまり分かっていません。ただ最近の研究によって様々な色を持っていたという証拠がいくつか見つかっています。尻尾に白とオレンジの輪がついている恐竜もいたそうですよ。恐竜を意味するダイナソーはギリシャ語で恐ろしいトカゲを意味します。科学者たちは恐竜たちはおおむね蛇のように変温動物であったと考えています。もしかしてこの説は間違っているかもしれません。一部の研究者は哺乳類のように高温動物であったと指摘しています。2014年、科学者たちはほとんどの恐竜は両者の中間である温帯生物であると宣言しました。多くの恐竜には赤ちゃんティラノのように羽が生えていたと考えられています。このおかげで体温を制御することができていたのです。恐竜の鳴き声も映画の影響で実際とは異なる認識がされている点です。恐竜の鳴き声を作り出すため、映画の中でプロデューサーたちは複数の動物の鳴き声をミックスしています。ティラノの鳴き声は一般的にワニ、トラ、赤ちゃんゾウのミックスです。
さて、恐ろしい大人のティラノの声はどうでしょう。これはクジラの潮吹き穴を空気が通る音です。実は水は電気をあまりよく通しません。とはいえ、この特徴がしっかり現れるのは精製水のみ。普通の水に電気が流れている場合、人が手を触れるとやはり感電してしまいます。日常生活に存在する水には土やミネラル、砂やその他のあらゆるものが溶け込んでおり、これらが電気を伝えるのです。真空の宇宙は必ずしも寒いとは限りません。場所によってはその温度が変化するのです。完全に凍りついた宇宙空間で温度を測ったとすると、およそマイナス270度という結果が得られます。しかし太陽の近くでは温度は120度にまで上昇します。宇宙飛行士が白い宇宙服を着るのはこれが理由です。太陽光を反射することでスーツ内部の温度の上昇を防ぐのです。世界最小の種はカラシの種と思いきや、上には上がいるようです。例えばミジンコウキクサやケシ、ウキクサの種はさらに小さく、世界最小の記録保持者はなんとランとなっています。これを聞いたらもう安心。人はコーヒーを飲んでも脱水症状を起こしません。確かにコーヒーには多少の利尿作用はありますが、紅茶を飲む人に比べてコーヒーを飲む人の方が脱水しやすいという研究結果は得られていないのです。ゾウがネズミを恐れているというのは嘘。ゾウは目が悪く、また動きも緩慢なため、ゾウの視点からすると鳥や小さな生き物は目の前に素早く現れるものなのです。そのため目の前をネズミが通り過ぎた時にただびっくりしているだけだったりします。茶色いパンは白パンに比べて体にいいかというと、どうでしょう。購入したパンが茶色かったとしても全粒粉を使っているとは限りません。健康的で栄養のある商品を買いたい場合は原材料のラベルをチェックすると安心です。そこに全粒穀物あるいは全粒粉と書かれていれば OK。 物質には3つの状態があると広く信じられています。固体、液体、気体。気体といえば私は気体の新人。しかし皆さん忘れてはいけません、プラズマの存在を。SF 映画に出てくるようなプラズマはビームのようなゲル状で描かれることが多いですが、プラズマは電子やイオンが非常に加熱されているイオン化ガスとも呼ばれる状態なのです。基本的にどんな物質も熱を加えまくればプラズマになりますが、熱を加えられた分子は分解されるため冷やしても元の物質には戻らなくなります。例えば水をものすごく加熱するとプラズマ化しますが、 H2O の形は保たなくなります。元に戻しても飲める水にはなりません。塩水と真水が沸騰する時間に大差はありません。確かに塩水の方が高い温度まで熱することができるのですが、同時に沸点も高くなってしまいます。また同じ量の水に塩を加えるとその分のかさが増してしまい、沸騰まで時間がかかることになります。バナナは木になる果物ではありません。私たちがバナナの木と思っている植物は確かに木ほどの高さまで伸びますが、実際は草の仲間。世界で最も大きな多年生草本なのです。木のような繊維は持っておらず、そのような分類はされません。持っているのは巨大な葉と茎のみで、枝や幹ではないのです。ダイヤモンドは石炭が結晶化したものだと思っている人は多いようですが、実際のところダイヤモンドは炭素が地下 150km ほどの深さで高温と高圧力を受けて初めて生まれます。 3km 地下に埋まっている炭素ではダイヤになりようがありません。アメリカのジョージア州は桃の州と呼ばれていますが、桃の生産量はカリフォルニアが1位で、2017年には54万トン以上が生産されました。そもそもジョージア州はトップ3にも入っていません。なんで桃と呼ばれているんでしょうね。アヒルの鳴き声はこだましないという説があります。しかしこれは正しくありません。アヒルが出すあらゆる声、甲高い声、大きな声、どんな声であろうと、それが作り出す音波は物の表面を跳ね返ります。この説が生まれた背景には、アヒルの生息地が池のある地形だったからという理由があります。その多くが平地だったため、小玉が生じる山が近くに立っていなかったのです。また
仮に丘や山があったとしてもアヒルの声は弱すぎて小玉は聞こえなかったでしょう。小玉する場所であればアヒルの声はちゃんと小玉します。炭水化物を制限するタイプのダイエットは世の中にあふれていますね。しかし炭水化物は人間の主要なエネルギー源です。しかも脂肪とはまた別のもの。重要なのは1日の摂取量で、食べ過ぎれば太るのは当然です。炭水化物を抜く代わりに健康的な摂取の仕方を目指す方法もありますよ。豆類、レンズ豆、トウモロコシ、穀物類、全粒粉パンなどは良い選択肢になります。犬が見る世界は白黒ではないことが分かりました。専門家によると犬の視神経は人間のものとは違っているため、確かに人間ほどの色の数は見ることができませんが、色の区別はしっかりとつけられるようです。冬場に帽子をかぶる人の中には体温の 90% が頭から奪われると考えている人もいます。しかし実際に失われる体温は 10%。 頭を隠しても足首や首周り、手などの体のその他の部位を出したままにしていると、それ以上の体温が失われることになります。バミューダトライアングルは海の奈落だと考えられていますね。船乗りやパイロットたちはこの海域に入ると連絡を絶って忽然と消えてしまうと信じられています。しかしこれはただの都市伝説。実際のところバミューダトライアングルをその他の海域に比べると失踪事件はむしろ少ないことがわかります。リンゴ1日1個で医者いらずにはなりません。やっぱりお医者さんには通うことになりそうです。リンゴは栄養価が高く、食物繊維やビタミン C が豊富です。これらの栄養素は体の寿命を伸ばしてくれますが、必須の栄養素は別で摂る必要があります。また体内に細菌やウイルスが入った時、リンゴではいくつ食べても薬にはなりません。中国の万里の長城は宇宙から見える唯一の建造物ではありません。上空 300km の高さからでも見えるのは間違いないのですが、実はその高さからでも高速道路や橋、ダム、空港などその他の建造物は見えます。それ以上宇宙へと離れていくと、あとはレーダー頼りになります。肉眼では何も見えません。手話は世界共通ではありません。国や地域によって様々なバリエーションがあります。例えば英語の場合でも、アメリカ合衆国では ASL、 アメリカンサインランゲージと呼ばれる片手で文字を表すものが使われている一方、イギリスでは両手を使って文字を表す BSL、 ブリティッシュサインランゲージが使われます。有機栽培の野菜の方が栄養価が高く農薬不使用だと思いきや、実際のところ有機農園でも農薬の使用は認められています。使われる農薬は自然由来のものではあるのですが、人工のものに比べて同程度環境に害のあるものも使われています。また有機栽培であろうとなかろうと、野菜に残留する農薬の量は極めて少ないため、どちらを食べても健康に影響はありません。栄養価に関しても有機栽培の方が栄養価が高いという研究結果は得られていません。雷は一度落ちた場所やその付近に普通に落ちます。ですから一度雷が落ちた場所は安全だと、その場所めがけて避難するとかえって危険です。屋根の下に入り、金属や電気を通すものからは離れましょう。また窓からは距離を取るように。糖分は頭痛の原因となると思われていますが、実際の原因は血糖値の急激な低下だったりします。中には炭水化物豊富な食事をとるとインシュリンが過剰に分泌される人がいます。すると血糖値が下がり頭痛が起こるのです。自然由来の糖分、例えば蜂蜜は精製糖よりも体に良いと信じられています。しかし果糖を多く含むコーンシロップの効能と蜂蜜の効能には大差がありません。問題はキャンディーやその他の甘い菓子類にはその糖分が多く含まれていることです。カロリー量もその分高いということになるのです。アイスクリームを食べても風邪は悪化しません。よかったですね。一部では乳製品がより多くの痰を生み出すと信じられていますが、専門家によればこれは正しくありません。むしろ冷たい乳製品は喉の痛みに効果があると言われています。食欲が落ちた際のカロリー源としてもうってつけの食品です。
多くの人は便座がバイ菌だらけだと信じています。確かにトイレは清潔な場所とは言い難いですが、便座は例えばスマホに比べるとずっと清潔です。実は便座は頻繁に水洗殺菌がされているため、スマホの10分の1のバイ菌しか住んでいないと言われています。人間には五感、つまり聴覚、触覚、視覚、味覚、嗅覚があると言われていますが、これは正確ではありません。人間には少なくとももう4つ感覚があると言われています。なるほど。それらは空間認知能力、温度感覚、バランス感覚、そして自分の生理感覚です。食事の直後に泳いでも足はつりません。確かに食事の直後は消化のために血液が胃などに集中しますが、筋肉が正しく動作しなくなるほどの影響にはなりません。人間は脳の 10% しか使っていないわけではありません。人間の脳は昼夜問わず働き詰めです。体の 20% の資源を必要としており、完全に休むことはありません。脳のそれぞれの部位はそれぞれの機能を持っており、無意識のうちでも働いています。白い卵は赤い卵よりも栄養価が低いことはありません。卵の殻の色は産んだ鶏の色をしています。そして栄養価はその鶏が食べていたものに左右されます。親鳥は人間に一度拾われたとしてもヒナを見捨てることはありません。ほとんどの鳥は嗅覚が鈍く、人間の匂いがついたヒナを区別できないのです。1日にコップ8杯の水を飲む必要は必ずしもありません。体が必要とする水分量は様々な要素によって左右されます。それらは例えば体調や1日の活動量、住んでいる地域などです。潮の満ち引きを作り出しているのは月ではないかもしれません。確かに月の引力は地球の海に影響を与えていますが、その力は地球の1億分の1程度になります。潮の満ち引きは実際は地球と月、そして太陽それぞれの引力の関わり合いによって生まれているのです。また引っ張るというよりも押し出すような力の関わりになっているのだといいます。炭酸水はそうでない水に比べて喉の渇きを潤さないと言われていますが、研究によってこれが嘘だと分かりました。例えば被験者に体重の 4% を汗で失うまでサイクリングをさせ、すぐに水分補給をさせるという実験では、最初にただの水、次に炭酸水、砂糖水、そして最後に砂糖入りの炭酸水が与えられました。すると被験者の水分補給の度合いに炭酸であるかないかは全く影響を与えていないことが分かったのです。エベレスト山は世界で最も高い山だと言われています。しかしこれは海抜で山を測った場合の話です。麓から山頂までの高さを考えるのであれば、世界で最も高い山はハワイ諸島のマウナケア山になります。エベレストの標高は 9000 メートルに対して、このマウナケア山の標高はたったの 4200 メートル。しかしこの山は太平洋の底にさらに 6000 メートル続いています。合計すると12000メートル、エベレスト山よりも1200メートル高い山なのです。カメレオンは体の色を変化させます。しかしこれは自分が背景に溶け込むのを目的としたものではありません。カモフラージュなんて言葉も知らない生き物ですから。あ、私も知りませんでした。カメレオンは体表の色を変化させることで体温調節をし、仲間とコミュニケーションをとります。砂漠は必ずしも暑い必要はありません。その場所が砂漠と定義されるかどうかは湿度によって決まります。確かに有名な砂漠は暑い場所ですが、凍えるほど寒い砂漠も存在するのです。これらは極地砂漠と呼ばれており、グリーンランドや南極で見ることができます。右脳型はクリエイティブ、左脳型は論理的とついつい考えてしまいがちですが、確かに脳の半球はそれぞれ特定の作業に特化しています。例えば左脳は言語を司っています。しかしそもそも右脳偏重型、左脳偏重型で物を考える人は研究では発見されていません。ハーハーいう犬は大抵舌を突き出しています。ですから犬は口で汗をかくのだと考える人が多いのも無理はありません。しかし犬の汗腺は主に肉球に分布しています。また体中にも汗腺はちゃんとあるのです。犬は
鼻腔や舌、気道から水分を蒸発させるために口を開きます。こうして体温調節の助けをしています。キリンは1日に30分しか寝ないわけではありません。人間ほど長くはありませんが、キリンは典型的な睡眠パターンを持っています。キリンの群れを観察した研究者は、キリンが夜にしっかり眠り、昼間に短い昼寝をすることを突き止めました。合計するとキリンは1日に5時間程度の睡眠時間を持っているのだといいます。携帯電話で誰かに電話をかけた時、電波は直接衛星に向かって飛ぶわけではありません。携帯は常に電波を探し続けており、これがデータを送信するときにはまず先に基地局に送ります。例えば友達に電話をかけたとすると、最寄りの基地局が別の基地局へと接続し、局によるネットワーク上で通信が行われます。酸素を失った血液は青くなるという都市伝説がありますが、これは嘘。これは目の錯覚で、皮膚を通して見た血管が本来とは違った青色に見えたのが原因です。全ての彗星に尾があるわけではありません。尾の有無は彗星の位置によって決まります。彗星は恒星から遠い場所を飛んでいる間はただの氷や岩石の塊のようにしか見えません。しかし恒星に近づくと、氷が放射線によって飛ばされていきます。これが尾の正体。また彗星の尾が薄すぎて人の目には見えない場合もあります。どんなに澄んだ夜空で都市の明かりから離れたとしても、何百万という数の星を見るのは不可能です。視力の良い人が運に恵まれて見える数は3000だと言われています。これらの星は地球に十分近く、十分明るいものだけ。また夜空に見える明るいものは人工衛星や惑星、遠くの銀河である場合もあります。人間の脳細胞は新たに生まれます。人が持つ脳細胞は生まれ持ったものがそっくりそのままではありません。大人でも新たな脳細胞が作られるケースが報告されています。少なくとも特定の脳の部位では起こっているようですよ。希望が生まれてきますね。スズメバチにこちらから近づかなくとも、あちらから攻撃を仕掛けてくることがあります。確かにハチは一般的に言ってむやみに人間に近づいてきたりはしません。こちらから手を出さなければほっといてくれます。しかしスズメバチは気性が荒いため、巣のそばを通っただけでも襲いかかってくることがあります。火星と木星の間の小惑星帯は、ただ岩石が無秩序に動き回ってぶつかり合っているゾーンというわけではありません。実際にそこへ行くと、間がスカスカで平穏な場所であることがよくわかるはずです。小惑星同士の距離は大きく離れており、それらがぶつかる確率は笑えるほど小さいのです。宇宙船に乗って移動していたとすると、衝突の前から小惑星をレーダーが感知するため、簡単に避けて飛ぶことができます。腐らないと言われている蜂蜜も、多湿な場所で蓋を開けておいておくと腐ることがあります。中に水が入らないようしっかりと蓋をしておくことが肝心です。そうすれば長い間蜂蜜の味を楽しむことができるでしょう。薄まりさえしなければ、蜂蜜は抗菌作用を持っているため中で菌が繁殖しません。月には暗黒の面があるわけではありません。月は地球と回転周期が一致しているため、人間は同じ面しか見えないのです。太陽、月、そして惑星は常に動き続けています。その都度月は照らされる面が変わり、地球の方を向いている面が明るい場合は満月になります。わかりましたか？